はい、はい、今週の質問コーナーです。はい、いつもありがとうございます。今週もいただいております。はい、レモンが大量にあって使い道に困ってますという質問が来ます。あ、これは困るかもね。大量あんまりないですよね、家庭でレモンが大量にある。限られるもんね。あ、瀬川、レモンのクリームソースなんかもあったね、レストランでね。どうやって作るの、あれ。あれはもう生クリームにマスカルポーネチーズ、チーズもいいんだね、で、あとレモン皮ごと刻んで入れて、あとちょっと温めて溶かしたら出来上がり。出来上がり。まずそれ一つですね。絶対わかんない。パスタにも使います。あと結構スライスして甘く煮るといろんな使い道ができるかもしれないですね。ケーキにしたり、あとドルチェピザなんかもあったかな。 あとレモン、お酒、リモンチェルド、レモンの皮をつけた、まあ、デキュールみたいな、ちょっと家庭で作れる飯みたいな方だと思います。つけておいとく、はい、そういう感じで熟成させるように、はい、なるほどね。あとあれあったね、年末にレモンの塩漬け、レモンこう縦に切れ目入れて、うん、そこにレモンをすり込んで2週間、塩をすり込んで、あれ今何つった、レモンをすり込んで2週間ぐらい置いたんだっけ。そうです、2、3週間置いて、今皮だけ使うとすごい料理に独特の、ね、風味をつけることができるので美味しいと思います。はい、はい、もうそれで10個は使えるんでね。はい、なくなると思います。はい、いろいろやってみてください。はい、質問どんどんお待ちしております。お待ちしております。また来週。